品川グランドコモンズ、品川グランドセントラルタワー、品川グランドセントラルタワーは、東京都港区港南にある超高層ビルである。本港では、同時期に建設された隣接地の NBF 品川タワーについても扱う。2003年4月16日、品川駅港南口の再開発地区、品川グランドコモンズ内に、品川三菱ビルとして開業。 当初は三菱商事が品川オフィスとして丸の内本社の一部部署を三菱自動車工業三菱不走トラックバスが田町から本社を移転した2006年9月には現在の名称を得解消2006年12月に三菱自動車が本社機能を以前の田町へ2009年3月に三菱商事が丸の内パークビルディング竣工により退去し 日本マイクロソフト本社などが入居した。低層商業界は隣接の NBF 品川タワーとも連なり飲食店を含む各種店舗などが入る品川グランパサージュや客席数500席のイベントホールザグランドホールがある。低層商業街品川グランパサージュは各種飲食店や店舗が入居している。品川グランドセントラルタワーと同時期に 品川グランドコモンズ内に建設された三菱重工業の本社ビルで当初は三菱重工ビルという名称であった。なおビルの所有者については以前は同社であったが2011年に新宅設定し三井不動産系の不動産投資新宅日本ビルハンド投資法人と国内機関投資家二条としている。2019年1月三菱重工業は当ビルの グローバル本社機能を千代田区丸の内に建設された丸の内28ビルに移転。現在、当ビルは三菱重工業における国内業務の本社機能を担っている。また、同年3月、日本ビルファンドは当ビルの資産価値向上を目指し、リニューアルを行うとともに、ビルの名称を三菱重工ビルから NBF 品川タワーへと変更した。 品川グランドセントラルタワーとも連なる低層商業界には品川グランパサージュがあり各市店舗が入居している NBF 品川タワーに関するカテゴリーありがとうございます